常念さんと、はい、いろいろと、ま、今朝もニュース入ってますから、はいはいはい、まずですね、スポニチなんです、はい、今日は一般紙が朝刊お休みなんですよ、はい、なのでスポーツ紙からまず行かせていただきますが、はい、希望の党の玉木雄一郎共同代表が、はい、昨日テレビに出ました。で、小池百合子代表から党の役員人事について一任されたと明らかにしました、はい、同時に東京と地方が連携してやれることがある、都知事が代表の党なので他の党にできないことを打ち出したいと話しています、はい、まずは玉木さんが希望の党の共同代表に選ばれたということなんですが、これいかがですか、はい、いやーあのね、まあ、人材不足というかね、なんでこの人選んだのかなというのはあるんですけどね、うん、まあ、ちょっと一般の話ですかね、はい、ゼネコン疑惑、ゼネコン汚職って覚えてます？90年代あった、はい、あれね、中村吉郎さんという人がね逮捕されて、はい、最終的には有罪になって刑務所入ってるんですけども、中村さんはね、ゼネコンからお金をもらってね、で、まあ、いろんな公正取引委員会に働きかけて、ね、まあ、そういうこと国会で有利になるような質問をしたっていうね、でそういうことするとやっぱこれ受託収賄ですよね、一般論ですけど、はい、もしなんか獣医師会から献金をもらったりして、獣医師会に有利になるような質問をしてたりするとこれも受託収賄になりますよね、玉木さん大丈夫なの大丈夫なのかな、まあ、そういうことも言われてますよ ね、献金という、ね、ことに関して、ご親戚も、ね、お父さんとご兄弟が獣医さんなんですか、はい、それ忖度されましたみたいな、でもし安倍総理をその森影問題ね、特別チームとか作ってやるみたいなんですけど、はい、もしそういうことやれるんだったらまずご自身の身の潔白を証明してからじゃないと、その追及には何の説得力もないですよね、玉木さん大丈夫って思うんですけどね、まあ、加計学園問題ってのはね、52年ですか、はい、獣医学部が全然できなくて、はい、まあ、それはその、まあ、これ以上その獣医師を増やしちゃうと、はい、いやみんな、まあ、食い上げだみたいなね、いや それね、何の根拠もなかったんです、何の計算根拠示してくださいって言われて、はい、文科省が計算根拠出せなくて、52年目についに全部嘘でした、その規制はってことを認めたんですよ彼らは、ね、でその上でもう加計学園認可されましたよね、もう当たり前ですよこれ、認可しなかったら国訴えられますよ、条件満たしてるのに、はい、で留意項目がついたとかなんかいろいろ言ってますけど、あれぐらいつくんですよ、しかもね7項目見ると全部軽いのね、ISO の審査もともとね4条件っていうのがあって、そうそう、あで4条件自体もちょっと、アウトかもしれないですよ、 あれも石破さんがだって獣医師会から献金もらって作った4条件なんで、あれ石破さんもちゃんと説明しないとアウトですよ、あの人安倍総理のことをなんかちゃんと説明しろとか言ってるんだったら、まず身の潔白をまず石破さん証明しないと、何の説得力もないですよ、あなた獣医師会から金もらって新設できないように圧力かけるため4条件作ったんじゃないのってみんな思いますよね、同じぐらいのそのクリアさをね自分に求めてから言ってくれる、はい、ブーメランになっちゃいますよ石破さんも玉木さんも、大丈夫なんですかね、はいはい、みんななんかありますね、みんなありますよ、なんか、ね、いやてか玉木さん、中村吉郎さんの判例よく読んどいた方がいいですよ、アウトになるかもしれないです本当に、はいはい、さあそして小池百合子さんがですね、玉木氏にその人事も含めて、任せますと希望の党をね、はいはい、委ねたということ、これどうなんですかね、いや小池さんね、まあ、こうやって任せといて、はい、後からはしごを外すっていうのは彼女の芸風なんで、まあ、今回ははしごをちゃんと外すのか、ね、もうはしごを粉々に砕くのか見てみたいですね、どうなるかね、はい、リセットされちゃうかもしれないですからね、さてもう一つはスポニチなんで、こちらも同じスポニチなんですが、スポーツニッポン、無所属の山尾志織衆議院議員の地元の後援会の会長が昨日辞任したことが分かりました。週刊誌で不倫疑惑を報じられた倉持弁護士を事務所の政策顧問とする意向を固めたことが物議を醸している最中に、苦しい選挙戦を支えた恩人退くことになりました。辞任した後援会の会長は辞任に関してですね、関して山尾氏の行動や言動とは関係ない、前から決めていたことだと強調はしているんですが、山尾氏が倉持弁護士をですね、政策顧問に起用することが明らかになったことを受けて、はっきり言ってノー、タイミングとしてノーだと難色を示していたということなんですかね、まあ、地元で応援している人が、はい、まあ、こうやってね、まあ、ノーだって言ってんのに山尾さん強行しちゃったわけじゃないですか、はい、まあそういうことじゃないの、まあ、山本さんからしてみると、いや選挙戦いました、はい、そして、まあ、勝てばみそぎが済んだっていうね、ロジックでいくなら、もう彼らが言ってる家計問題とかそれも全部終わってますよ、甘利さんの問題も全部終わってますよ、それでいいんですね、あ確かに当選してますからね、そうですよ、だからもう全部ね、もうこの人たち人の振り見てな、我が振り直せなんですよ、うん、で山尾さんもね別にいいんですよ、個人的にそういうことやってるの、それ自体僕責める気全くないんで、はい、まあね、いろんなリスク取ってやってるのかどうぞって思うんですけど、偉そうに宮崎健介のことを攻撃しといて
てこれですから、それはねえだろって。宮崎さんもそうですよ、イクメンぶっといてね、あんなグラビアアイドルと浮気してたからお前なんだよって話で、あんなことしないで別に普通にやっても誰も何も言えなかったんですけど、そこはやっぱいけないですよね、その個人で勝手にやる分にはまあね、個人のことなんでそれは身内で解決してくださいって話なんでね、我々は知らないですけど、偉そんなこと言ってるとこれはねえよな、さすがに。はい、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ファックスは東京0354031151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントはアットマークテラ1134、ハッシュタグは TERA1134、 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農秋田より美味しいネギ白神ネギ1キロと白神ネギラー油のセットですね、こちらをプレゼントいたします。当選者の発表はエンディングで、時刻6時10分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時14分です。11月13日月曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。改めて常念さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今これイランのですね、はい、地震のニュースが入ってきました、はい、イランとの国境に近い、ごめんなさい、イラク北東部で12日夜マグニチュード 7.2 の地震があり、少なくとも6人が死亡しました。多数が負傷しており、死者の数は増える可能性があります。震源はイランとの国境付近で、イラン側でも強い揺れを感じたと。イラクですね、イラク北東部でマグニチュード 7.2 の地震がありました。クルド人が住んでるあたりですかね。そうですかね、はい、でこれ、まあ、震源がどのくらい深いのか浅いのか、これ直下型だとマグニチュード 7.2 っていうと阪神淡路大震災の大きいですね、大きさですからね、はい、あと首都直下型もこのくらいじゃないかなというふうに言われてますんで、いやーこれ、まあ、被害がね、そうですね、本当に6人で果たして死者が済むか、ね、のかどうかというですね、また新しい情報入ったらお伝えいたします。さあ、その他にもですね、いろいろな情報が入っています。常念さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース、昨日の読売新聞です。日中首脳会談、習近平氏相互訪問に前向き。安倍総理は11日、ベトナムのダナンで中国の習近平国家主席と会談しました。両国の関係改善に向け、首脳間の相互訪問を提案。これに対し、習近平氏はハイレベルの往来を重視すると前向きな考えを示しています。会談の冒頭で安倍総理、来年の日中平和友好条約締結40周年を見据えて、両国の関係改善を力強く進めていきたいと話しました。一方の習近平国家主席は、関係改善のプロセスはやるべきことがたくさんある、努力し前向きな発展を推進したいと語ったということです。まあ、これまでラジオ機の方ご存知の通り、日中関係といえばね、尖閣問題もありますし、まあ冷え込んでいたわけなんですけれども、まあこのニュースの映像を見る限りですと、習近平国家主席も結構笑顔だし、はい、これってやっぱり共産党大会も済んで、はい、もう自分の体制安定した、はい、あと米中首脳会談もう成功率に終わったとか、はい、プラスの要因があるからですか。いくつかね、補助線を引くと分かると思うんですけれども、はい、まずね、これに先立つこと、まあ、数日前の日米首脳会談やりまして、まあ、日米同盟がどんだけ強固かということを習近平に見せつけてるわけですよね。でね、チャイナは基本的に孫子の兵法ですから、相手がね、自分よりちっちゃい時には戦力も使わずに踏み潰すんです、はい、これ今踏み潰されそうなのがね、韓国ね、はいはい、で、相手が自分よりもね、2倍ぐらいね、2倍ぐらいの大きさの時には、はい、相手をね、分断して叩くんです。はい、今これ日本にずっとやられてたことね。で、相手が自分よりももう圧倒的にでかい。もうどうやっても勝てないっていう時には、もう媚びへつらって次のチャンスを待つんです。なので、多分、日米同盟の強化で、まあ、この三択のうちのどれになったか皆さんのご想像にお任せしますということですね。はい。あ、そういうことなんですね。そういうことですね。だから弱いとやってくるんですよ。はい。だから民主党政権時代ガンガンやってきたでしょ。はい。あれはもう日米同盟かなりギクシャクしてたんで、そうするとやってくると。で、韓国は本当だったら米韓同盟強化しなきゃいけないのに、今逆方向行っちゃってるんで、いいように持て遊ばれてますね。分断どころかもう踏み潰されそうですよね、下手するとね。ここででも日本側、その尖閣問題に関してはどういうふうにこう言っていけばいいんですか。あ、
ね、それで二つ目の補助線なんですけど、まあ、この日中首脳会談をね、やってる最中に接続水域にね、チャイナの公船が4隻入ってみたりとか、もうこれ平常運転なんですよ。そうなんですよね。これどうやめさすかっていうことですよね。まあ、一番やめさすのは、自己支配を強化すればいいので、東大作ったり、公務員常駐させればそれで終わりなんですけど、まあ、それをどのような、タイミング、どのようなステップで進めていくかということじゃないんですか、はい。はい。日中首脳会談で北朝鮮めぐっては、安倍総理は日本とアメリカが進める圧力強化路線、これを説明して、中国にさらなる役割を果たすよう求めています。両首脳は朝鮮半島の非核化に向けて、緊密に連携していくことを確認したということですけど、まあ、これは、こうせざるを得ないですね。これはね、もう一番大事なことは、アメリカがですね、もし北朝鮮との先端を開いたときに、チャイナが、中立でいるかどうか、そこだけです、それ以外は特には確認してもしょうがないので、であとまあことが起こった後どうするのかっていうまあその戦後処理の問題もあるんですけどね、とりあえずはそのもしね、エリンギヘッドおっと間違えたロケットマンでしたっけ、あいつをまあ成敗しようということでまあ爆撃なりなんなりするかもしれないですけど、まあその時にチャイナが中立を保っていられるかっていうところが一番のポイントですね、はい、まあでも後ほどもねお伝えしますけども友達になれるかもしれないなんてトランプ大統領がね、金正恩氏のことをこう言ったなんていうのも聞いてますけどね、まあ余裕が出てきたってことですか、そういうことなんです ね、 そうですね、はい、はい、続いてはこちら、昨日の日本経済新聞、日米韓演習、韓国拒む、自衛隊展開に警戒感。アメリカトランプ大統領のアジア歴訪に合わせて、アメリカ原子力空母3隻が参加する、米韓両海軍の合同演習、昨日日本海で始まりました。14日までの日程で、核ミサイル開発を進める北朝鮮への牽制を強めます。アメリカはですね、当初、日本を交えた3カ国の合同演習を提案したんですが、韓国が反対し、日米、あと米韓、それぞれで実施することになりました。日米はもうすでに終わりましたね。アメリカの提案に対し日本は歓迎の意を示す一方、韓国は国民感情などを理由に受け入れなかったということです。自衛隊が朝鮮半島の近海に展開することへの警戒感、これがあるということで、日米韓協調の難しさ、これが改めて浮き彫りになったということですが、まあ、このニュース聞けば北朝鮮は北総 M でしょうね。まあそうですね、これね、事前にね、はい、ちょっと流れがあって、まずね、中韓通貨スワップが締結されたんですよ。はあ、はあ。で、まあ、その見返りかどうかわかんないんですけど、韓国はですね、チャイナに対して3つのノーを宣言したんです。はい。で、どういうノーかというとね、まずアメリカとミサイル防衛、これをね、構築することはしませんと。はあ、それからサードの通貨配備はしませんと、ええ。それから日米韓3カ国の軍事同盟は結成しませんと。あ、そこで言ったんですか。そう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 。なんで、これ合同演習すると軍事同盟につながるっていうことなので、はい、ノーって言ったし、それから日本は同盟国でないって、トランプ大統領に言ったっていうのも全部この伏線ですね。で、チャイナとしてはもしこう日米韓軍事同盟結成されると、はい、こっちの方がでかいですから、はい、もうね、10倍する敵には媚びへつらうしかなくなってしまうので、韓国をなんとか向こうに行かないように引き止めようとしてるんですよね。で、韓国は時代主義なので、あんまり自分がないですから、まあ、韓国政府とあえて言いましょうか。韓国政府はですね、まあ、本当に時代主義丸出しで、今のね、ムンジェイン政権は。で、それで、あっち行ったりこっち行ったりしてるわけですよ。で、全くこの韓国の国益にもなってないと。で、韓国の保守派は今すごい危惧してるわけですよね。アメリカがその韓国を見捨てるんじゃないかということで危惧してて。で、結局最初はサードも配備をね、環境アセスメントはなんだかって難癖つけて止めてたのも、まあ、とりあえずまあ、配備はしましたよね。でも、この後追加配備させないと。まあ、要はその軍事同盟につながるような動きをまあ、釘刺されてると。いうことなんですよね。はい。まあ、以前ね、日韓スワップってのありましたけどね。あれはもうだから、今、締結できないですよね。韓国のその告げ口外交と、まあ、ハーグ密使事件を毎日やってるようなね、ひどい政治プロパガンダを韓国政府は今行ってますから。なので、中韓で。そうなんですよね。そういうことです。はい。まあ、しかし、これが、韓国がこういうふうに、まあ、どちらかというとアメリカというよりも中国の方にこうね。まあ、だからアメリカにも、その片足置きつつ、もう片方の足もチャイナに配慮してるってことで、二股外交が続いてるっていうふうに思った方がいいんじゃないですか。二股だということ。まあ、基本時代主義ですからね。まあ、どの政権もそういうところあって、あれですよ、パククネさんのお父さんの高木正夫さん、あ、間違えた、パクチョンヒさんね、僕、大統領、はい。彼みたいな、もう本当に軍事的なですね、まあ、強権を使ってですね、まあ、国民を無理やりそっちに引っ張らない限りは、なかなかその時代主義的感情をね、克服するのは難しいですね。現状はそんな状況になってますね。はい、まあ、ただ保守派もいるので、頑張ってほしいなと思いますよ、韓国には。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。
あれもあの石破さんがだって獣医師会から献金もらって作った4条件なんで、あれ石破さんもあのちゃんと説明しないとアウトですよ。あの人安倍総理のことをなんかちゃんと説明しろとか言ってんだったら、まず身の潔白をまず石破さん証明しないと何の説得力もないですよ。あなた獣医師会から金もらって新設できないように圧力かけるために4条件作ったんじゃないのってみんな思いますよね。同じぐらいのそのクリアさをね、自分に求めてから言ってくれと、ブーメランになっちゃいますよ石破さんも。玉木さん大丈夫なんですかね。はいはい、みんななんかありますね。みんなありますよ。いやてか玉木さん、中村吉郎さんの判例よく読んどいた方がいいですよ。アウトになるかもしれないです本当に。はい、はい、常念さんと、はい、いろいろと、ま、今朝もニュース入ってますから、はいはいはい、まずですねスポニチなんです、はい、今日一般紙が朝刊お休みなんですよ、はい、なのでスポーツ紙からまず行かせていただきますが、はい、希望の党の玉木雄一郎共同代表が、はい、昨日テレビに出ました。で小池百合子代表から党の役員人事について一任されたと明らかにしました、はい、同時に東京と地方が連携してやれることがある、都知事が代表の党なので他の党にできないことを打ち出したいと話しています、はい、まずは玉木さんが希望の党の共同代表に選ばれたということなんですが、これいかがですか、はい、いやあのね、まあ、人材不足というかね、なんでこの人選んだのかなというのはあるんですけどね、うん、まあ、ちょっとあの一般の話でいいですかね、はい、あのゼネコン疑惑、ゼネコン汚職って覚えてます、はい、90年代あった、あれね中村吉郎さんという人がね逮捕されて、はい、最終的には有罪になってあの刑務所入ってるんですけども、中村さんはねあのゼネコンからお金をもらってね、で、まあ、いろんな公正取引委員会に働きかけて、ねまあ、そういうこと国会で有利になるような質問をしたっていうね、でそういうことするとやっぱこれ受託収賄ですよね、一般論ですけど、はい、もしなんかあの獣医師会から献金をもらったりして、獣医師会に有利になるような質問全然できなくて、はい、まあ、それはその、まあこれ以上その獣医師を増やしちゃうと、はい、いやみんな、まあ、食い上げだみたいなね、いや それね何の根拠もなかったんです、何 あの計算根拠示してくださいって言われて、はい、文科省が計算根拠出せなくて、はい、52年目についに全部嘘でしたその規制はってことを認めたんですよ彼らは、ね、でその上でもう掛川県認可されましたよね。もう当たり前ですよこれ、認可しなかったら国訴えられますよ、あの条件満たしてるのに、はい、で留意項目がついたとかなんかいろいろ言ってますけど、あれぐらいつくんですよ。しかもね7項目見ると全部軽いのね、あの ISO の審査もともとね4条件っていうのがあって、そうそう、あであの4条件自体もちょっと、アウトかもしれないって質問してたりするとこれも受託収賄になりますよね。玉木さん大丈夫なの大丈夫なのかな、まあ、そういうことも言われてますよ ね、あのもし献金という、ねことに関して、ご親戚も、ね、お父さんとご兄弟が獣医さんなんですか、はい、それ忖度されましたみたいな。でもし安倍総理をその森影問題ね、はい、特別チームとか作ってやるみたいなんですけど、もしそういうことやれるんだったらまずご自身の身の潔白を証明してからじゃないと、その追及には何の説得力もないですよね。玉木さん大丈夫って思うんですけどね、まあ、はい、加計学園問題ったらね52年ですか、はい、獣医学部が全